どうも皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。トキラビニュースのお時間でございます。ワンヘイさんよろしくお願いします。お願いします。いやハロウィン皆さんやってますか。ハロウィンやってますよ。モルモコインとマジョルカコインで、はいはいはい、確定ガチャですって言ったんですけど、うん、期間中にね引いていただかないとガチャなくなっちゃいますんでね、はい、ぜひ皆さんぜひ聞いてください。はい、で今日はですね、無表情だけど大丈夫？なるほど、ね、笑顔笑顔だってさ、ハロウィンでやれないんだもん。まだ弱い、でもそうか、あ、そうか、そうか、始めたばかりの方なので、でも、でも入門級とか、あ、そうか、そうか、最初の方を地道にやっていけば、最初の方って結構効率悪いじゃないですか。そんな、そんな魂のベーコン起きねえし、仕方ないじゃん。やっぱ上級やりたいじゃんさ。ベーコンそうだよね。魂のベーコン、うん、そう足踏むなし足踏むなしごめんなさい。ハロウィンの次のイベントの告知にやってまいりました。お次、はい、じゃあすか。ハロウィンのイベントで工場を建てたいと言って、うん、ハロウィンの森を荒らしていた機械博士オングルナージュさんが、はいはい、ついに何回も攻めてくるレイドイベントで登場します。おー、レイドの人なんですね、あれはね。でもレイドは弱くてもね、ほら徐々に敵が強くなっていくので、はいはいはい、最初の方でも十分楽しめるんで、うん、ぜひ小助先生も楽しんで。オングルナージュはどうなんですか、スペックは。あ、じゃあもういきなり言っちゃいましょうか、はい。レイドで手に入る、はい、キャラですけど、オングルナージュ、機械博士オングルナージュです。フランス語でね、ネジって意味らしいですよ。オングルナージュ、うん、はい、闇属性ネジっていう名前なんですか。え、機械博士ネジ、そう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 じわじわきますね。ネジさん、ネジさん、ネジさん、もはやお前部品やないけ博士じゃないやんけってネジさん、ネジじゃねえか。ネジさんは、ネジさんじゃねえ、はい、UR までいきます。 SSR UR、 おー、きた UR、ね。ステータスが、HP3839、 アタックが1465ということで、まあ結構 HP 型のですね、いい、悪くないモンスターだと思います。うん、スキルが、ね、見えている敵全体2ターン延長でございます。見えてる敵2ターン延長、全体2ターン延長。しかも闇モンスターですよね。闇モンスター、ちょっとさ、いきなり闇のモンスター強化してくるのどうかと思いますせー。ちょっと最近結構ね、闇重視なんですけど、闇のね時代来てますよね今ね。ブラズニル、エリザベート、うん、はい、ベートーベ ン、 ベートーベン、ね、で最後の一枠がですね、このオングルナージュで皆さんの闇デッキをとりあえず拡充してもらおうという。あ、すごい。なんすか、これまで闇がさ、取るために光が強かったのにさ、はいはいはい、その闇揃った途端闇が強くなるっていう、この順々に、このさあ、どういうことですか。だいたいみんないるでしょ。だからベートーベンでエンハンスをかけて、うん、で、エリザベートで防御、ね、うん、光半減とかしてっていう形。あともう一個いないのが多分単延長なんですよね。でこれだと外取り闇デッキが強くなるかなと思うんで、皆様ぜひゲットしてみてください。すごい、めっちゃ強いもんね。で、ですね、敵全体2ターン延長なんですけど、うん、まあちょっときついかもしれないですけどね、スキラゲがもしできたら2ターン延長のこうスキラゲなんで、あ、重ね掛けなんで、うん、2、4とこうターン延長で結構性能になるじゃないですか、それ。オングルナージュ、オングルナージュ超強いということでございます。すごい。で、レイドなんですけど、前回のブラズリーの時みたいに、どっか他のラビリンスを回っていただくと、レイドボスが出ますと、ますね、オングルナージュが攻めてきますと、うん、で倒しますと、うん、で、倒した時に、またポイントがもらえます、うん。今回は機械博士のコグセットというですね、ものを今出てるかな、コグセット、はい、ギアみたいな、ほう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 、ね、アイテムなんですけども、それを集めていただいてガチャを引くとオングルナージュが手に入ることがありますと、うん、で、あとそれだけだとあれなんで、何体まで倒したら確実にもらえますっていう確定報酬も用意してます、はいはいはい、今回は、うん、30体、 30? 前回ね50体だったんですけど、そうですよね、ブラズニーの時50体だったんですけど、今回は30体、やったやん、撃破していただければオングルナージュ1体まず手に入る、いけるいけるいける、そんなにね大変じゃないかなと思います。ワンチャン俺でもいける、うん、いける、何時、ちょっと調子乗ったんじゃない、ちょっとね、前回長かったんで結構退屈だったみたいな意見があったんですね。あーはーはーはー。で、あとかつですね、モンスターもそんな強くならなかったんですよ、うん、今回はちょっとね、強くなります。お、前回よりは強くなります。いいですね。強くなる代わりに30体でっていう感じにしました、うんうん。ぜひ皆さんですね、何回もこうオングルナージュ倒していただいて、うん、30体まで倒せば確定報酬ですから、ぜひゲットしてみてください。大欲しいですね、はい、これね、はい。アビリティが、オングルナージュアビリティが HP ブースト3で、うん、闇属性モンスターの HP を 20% アップ、1体で 20% アップですので、うん、まあ、かなりですね HP も、強くなるし、ね、他の闇属性でアタックも強くなるという感じでございます、はい。あと今合成大成功2倍キャンペーンやってるじゃないですか。はい、やってますね。あれが終わるんですけど、うん、
合成しまくったと思うんですよ皆さん、うん、でお金がないという人が多いと思うのでゼニバレルの里という、お金を稼ぐ用のラビリンスをですね同時に開催します。おでそっちを回っていただいてお金を稼いでレイドを出すと、うん、はいはいはい、でまあレイド倒してまたゼニバレル回ってあのお金稼いで、レイド回るというような感じで、まあ、お金とですねレイドを回りながらですねあのなくなっちゃったお金をですね、はいはい、復活させてもらえればと思います、うん、そんな感じでございます、ね、はい、大丈夫でしょうか。はい、あーいいなすごい羨ましそうだね。闇デッキを作りたい。まあでもねあとね、このオングルナージュの次に、うん、ちょっと待ってここ詳しい気づき決まってないんですけどエリザベートの復活を決めました。おーベートちゃんでエリザベートまだ持ってない人結構いると思うんで、うんうん、それとオングルナージュくっつけてですね闇デッキまた作ってもらうというような感じがいいんじゃないかなと思います。いいですね、はい、闇のあれじゃないですかレイドじゃないですか、はい、なんでちょっとプレミアムガチャ光でしょ、光の海路を行くものということで、うん、光属性の初めてなんですよ属性フェス。そうですね、うん、初めてなんですけど、そう光属性のモンスター5種類人気モンスター集めて、はいはいはい、ガチャフェスっていうのをやっております、うん、登場するモンスターがクック船長、うん、シルフ、ブロッケン、レムス、それから最後がドビュッシーそう、ね、の5体、ね、やっております。すごい、シルフが透明でしょまず、うん、でドビュッシーがエンハンスでしょ、うん、でブロッケンが霧がいっぱい出てくるやつ、うん、回避率が上がる。あとレムスがいっぺんにこうあの霧をパスッと消せるんで、うん、まあ、レイドでちょっと役立つかなっていうやつ、うん、で最後が、なんだっけクックはねあの単延長なんでちょっとあれと被ってるんですよ。あのオングルナージュを被ってるんですけど、うん、まあでもあのレイドでね攻撃受けちゃ う。あと可愛い、あクックかわいいよね。クックがね SSRUR のモンスターで唯一なんですけど、それ以外は SRSSR ですね、うん、そんなね確率悪くないと思う今回は。でも僕この動画で確率悪くないと思うって結構言ってるんだけどあの、ね、今回のプレミアムガチャ の光属性のモンスターは、はい、出てきますよって言ってるモンスターが多いじゃないですか、うん、で全員それぞれに出てこなきゃいけないじゃないですか、うん、でも必然的に当たりの確率上がるじゃないですか。確かに。ということでちょっとね高めで。ただねやっぱね僕回したんですけどね、あいつが出るんですよ。何何何馬とか。あ、はいはいはい、そうね、そうね、やっぱそれは出ますわな。RSR からの子がね、やっぱどうしても出ちゃうんでね、うん、あれ出てたけど、あのね、一部モンスターもね、そろそろ進化させたいなと思ってます。おー、ちょっと待ってえ何どうした。一部モンスター一部モンスター合成しちゃったかもしれないよ一部モンスター合成しちゃったかもしれない。いや、あのね、一応ね、皆さんすみません、一通りだけは持っててほしい。あ、そうなんですね、うん、マジで頑張ってね、進化させるように今頑張ってます。頑張ってください、うん、もう今11月でしょ、もうちょっとで、うん、11月中できるかなぐらい、まあちょっと頑張ってるんで、ぜひ一通りぐらいは。おー、楽しみですね、それは。残して何が一番ってすぐに言えないんですけど、うんうんうん、ちょっとね徐々やってますんで。いや、少数精鋭で僕は頑張ります、はい、まあでも光属性のモンスターね、はい、揃えていただいて、オングルナージュで戦うっていうのがいいと思うんで、レイドの準備して。そうですね、はい、そんなとこですかね、今回は。はい、うん、なるほどな。挑みやすくなったレイドじゃないかな。なんかそれそこそこの手持ちを強化してれば、闇パーティーのめちゃくちゃ強いのをガチャっていうか無課金で作れるっていうのがよく分かりました。そうっすね、そうっすね、うんうん、確かに。オングルできるね。オングルできる。ということで皆さん、はい、加減しなくてもね、うん、無課金で、うん、今回は、いけんじゃないかな、ね、いいキャラクターね。一体でもね持ってれば、うん、育てきれば十分いい素晴らしいステータスになるんでね、はい、いけると思います。ぜひぜひ皆さんオングルナージュゲットできるようにね、今のハロウィンのイベントも、あ、そうそうそう、そう、大事なことだ。あのモルモちゃんまだ取ってない人は取っておくと、オングルナージュに10倍ダメージ、ね、あの特攻ダメージですので、うん、ぜひゲットしてください。はい、それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。トキラビをもっと楽しみたいという方は、トキラビアプリのアップバンクのボタンからトキラビ攻略をクリックしてください。私のトキラビ日記も更新してますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。これを読んでトキラビをもっと楽しんでまいりましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。